本日から日本リーグ第3節高知県の方に行かせていただきます。先日から行って練習みんなでやってで試合に行くって感じです。応援の方よろしくお願いします。おはようございます。メジです。まあちょっと長いんで高知まで全員でしっかり1試合目埼玉県庁さんと試合するのでどんなピッチャーなのかっていうのをしっかり話していきたいと思います。以上です。Good morning. Good morning. Good morning, Tony-san. Long time no see. Yeah, long time no see. Okay, back here. How are you? I am fine, thank you. Good. 今から高知に向かいます。第3節、頑張っていきましょう。淡路島でちょっと休憩です。近いわ。何人もない女子だけど大丈夫。1年前ぐらいそんなボロボロじゃなかった。俺わかめめっちゃ好きなの。あ、ここ。そうそうそう、ここ前日の練習です。いただきます。うん、野菜一切がいいね。今からランチタイムです。チキン南蛮、キサラギのチキン南蛮弁当、あーすいません。どうですかね、選手味は。まだ食べてないし。うまいし、タレが、うん、タレだけでいいっす、これ。タレが特殊やね。食べよ。全部食ったら動けない。うん。4試合あるから4試合をやりきるのが第一前提で、チームとしては、まあ、今順位関係なくその4試合勝ち切って、その後の、まあ、3節なんで後半なんで多分順位も多分4節前に出るとここの順位が大事なんで、そこで一番順位を意識したいんで、まずは明日の1試合目勝つで、その次勝つっていう一個一個をチームで今回はやっていきたいと思います。そうです。あ、そう、楽しよう。疲れるんですよ、ストレス溜まって。練習お疲れ。お疲れです。はい、こっからの予定は。こっからの予定はマッサージして、洗濯して、風呂入って、街に出かける。以上。明日何時からですか。明日9時でしたっけ。8時半。9時っす。9時半っすです。9時っす。埼玉県庁とやって、次の試合が高知パシフィックウェーブです。やってますよね。ひためどこやってみます。微妙ですか。私いい感じの撮れてます。お待たせしました。このあれでお願いします。はい。パチパチ。皆さん一度待ってください。OK。
こっちは準備万端なんで、うん、おやすみなさい。撮らせてください。いらない怖いんですけど。波を撫で回しただけよ。そのまま入れろ。もう入れるから。後ろ。なんか後ろ見てあげてな。はい、わかりました。すぐに捕まんか。元気か。まずそこいつら。よし！いったんちゃう？あるあるある。ご覧のように3対2をもちまして高知パシフィックウェーブが勝ちました。明日は朝一の試合です。延長10回の敗北の夜、夕焼け。さあみんなで帰りましょう。ただいまの時刻6時半。明日は朝一の試合です。おっとミーティングするんかな。お土産ありがとう。幸福まんじゅう。ラスト2。おいしんぼ。全部や、全部俺ね。なしの。密着動画。この右で。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。はい、3節お疲れ様でした。はい、じゃあ帰りましょう。はい、大ちゃん手が持って。
頑張りまーす。グッドナイト。ドニーさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスホームランね。 Thank you。 バイバイ。ジョシュ、 How was Japan Softball League? Fast pace of the game、Puts in the context. Nice people、Thank you. Next tournament. Yeah, next tournament come again. Hopefully repeat the same success. Thank you. サービスショットです。ファンに一言。ドニーさん、何て言ったらいいですか。お疲れ様でした。また総合も4節も応援よろしくお願い。結果発表。はい、どうも。3節終わりまして、3節の結果は3勝1敗でございました。皆さん握手。まあちょっといっぱいはしちゃったんですけどもね、まあそのいっぱいもすごくチームにとってはプラスになるような試合だったので、まあ、この3勝をしっかりとできたっていうところは大きかったかなと私は分析します。4節リーグは4節と、あとはこの次にですね、4節の前に全日本総合があるので、ここを勝ち切ってさらにチーム力を高めていきたいと思っております。私は以上、現場からでした。大江君、大江君、お願いします。頑張りましょう。